その船を使って、ダブルブーストを始めます。これから皆さんをアメリカ側を巡る再びにご案内いたします。皆さん、次第の方は困るかけずに、せっかくほら、この方だよ。いつもと変わらず、気まぐれ時を向かって。皆さん、浜は一見穏やかですが、この流れは予測不可能です。安全のため、手すりに押しかけたり、お子さんを見守ることはしないようお願いします。それから、周りの皆さんのために喫煙はご遠慮ください。炎上で火が許されているのはオイラーの中だけですからね。フェンス前方、船舶に注意。今日のパイロット、つまり船の書き取りはジェイコブ・ブラックです。彼はこの川のことなら誰よりも詳しく知っています。そこで私たちは彼を博士と呼んでいるんです。彼に任せておけば心配は無用です。ありがとうございます、キャプテン。この川のことだったら、浅瀬や障害物、どこが湾曲していて、何を目印に進めばいいか、何でもこの私に言ってください。浅瀬、本当屋島付近の水路は、泥が堆積しているせいで、この辺りの水路の名前はゴールドストライクチャネルからチャネルと書かれます。はい、キャプテン。左舷のビッグサンダー交番から金が出たことにちなんでこう名付けられました。金脈が発見されてからというもの、一攫千金を夢見る人々が続々と西部へ押し寄せています。そういえば私たちのところに航路がやってきて、川西のすぐそばを航行してほしいと頼まれたことがありました。この船の外輪が川底の泥を巻き上げれば、深海が一つや二つ見つかるんじゃないかと考えたようです。深海探しのためにこの美しい船を危険にさらすわけにはいきませんよ。全く同感だ。今日はたくさんの野生動物が水辺に姿を現していますね。博士、この動物たちから川の状態を何か知ることができるのかね。そうですね、キャプテン。川については判断できませんが、生息する動物の種類で船が航行している地域が分かります。例えばこの辺りにムイスやエルクがいるということは、私たちは今西部開拓地の北部を航行しているということになります。南部でこのような動物を目にすることはありません。彼らの姿は見られるまで、ついてますね。
彼らのような部族は一箇所に長くとどまっていることは滅多にありません。取引が少なくなったり動物があまり取れなくなるとすぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだったかな。煙突から煙を吹き上げるところから火のカヌーと呼んでいます。キャプテン、水面の様子から判断するとどうやら水深が変化したようです。レッズマン、水深を報告せよ。アップリー、アップリー、ボルネスリー、アップリー、アップリー。皆さんは今の声が一体どんな意味なのか不思議に思ったことでしょう。今の声は水深を測るレッグマンと呼ばれる船員が、川は十分に深いので安全に航行を続けられるということを私たちに知らせていたんです。マーズ・ゴエンとは船乗りの言葉で、川の深さが2キロ、つまり約 3.6 メートルあるという意味です。この船はもちろんかの有名な作家マーズ・ドウェインから名前を取っていますが、マーズ・ドウェインという彼のペンネームは川の深さを測る言葉だったんですね。作家になる前、彼はこの私と同じ川を航行する船のパイロットだったんです。続いてきたようだね。はい、キャプテン。現在、ハーパーズベンドを上がっているところです。この湾曲では、船に見えるハーパーの船引き小屋にちなんで名付けられました。船着き場はすぐこの先です。ウェスタンランドの船着き場へ入場する準備をしている。
ただきましたことを心より感謝いたします。お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひまたアメリカ側を巡るマーク・トウェイン号の船旅にご参加ください。それではさようなら。蒸気船マーク・トウェイン号は間もなく元の船着き場に到着いたします。船を降りになる際は船と船着き場との間に隙間と段差ができておりますので、お足元には十分ご注意ください。お子様をお連れの方は手をつないでご一緒の下船をお願いします。それではこの後も夢と魔法の王国東京ディズニーランド